まっちゃん、こんにちは。こん、こん、こんにちは。っていうことでですね、はい、ついにやってきました。YouTube、Google さんからですね。いや待ってましたよ。箱が届きました。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ皆さんもお分かりだとは思いますが、はい。まあこれが10万人の盾と。そうですね。いうことで、今日なかなか開けないと思いますよ。開けないですか。ちょっとね、まあ、住所はね、僕のはもう黒く塗ってあるんで写しても大丈夫だとは思うんですが。いや、こう消す方いるんじゃないですか。なんかこう。いやー、この場所で、はい、この太平洋クラブ、はい、成田コースで動画を約900何十本上げてきましてですね。はい。やっと、まあ2年半ぐらいですかね。はい。YouTube 始めて2年半で。10万人達成と。いやー、早いのか遅いのか分かんないですけど、いやいや、本当僕たちにしてはもう本当素晴らしいスピードで、そうですね、ったんじゃないかなと。まあこれもね、皆さんがね応援してくれてるおかげなんで、はい、本当にありがとうございます。ありがとうございます。ということでね、ちょっとまあ開封していきたいなということでお願いします。まあT か何かで。そうですね、はい、ちょっと落としたら危ないんで。え、ちょっとアコさん、開けますか。もう開けちゃうんですね。もう開けちゃいましょうよ。開封動画ね、はい、皆さんやられてると思うんですけど、まあね、10万人。いや、だから見たことある人いますよね。それはね。僕も見たことあるんですけど。あとはもうワッポーとかになってない方ですね。まだね、ここにもビニールあるんですよ。あ、そっちですね。はい、あ、下ですね。ワッポーマッツンの日常とかになってないことを祈りますね、もう。いやー、その可能性ありますよね。はい、いやー、これはちょうどね、今日撮影してるのは11月の21日。はい。届いたのが、一昨日ですね。2日前に届いて。あ、そうなんですね。で、まあ、他の SNS とかにありえないで、はい、まあ、今日はね、意見。僕も全然知らなかった、ね。抹茶にも言ってなくて、盛大にドッキリをかけようと思ったんですが、はい、ちょっとやっぱりこう、いろいろね、他に問題があったんで、できなかったということで、はい、本当にこれが入ってるんでしょうか。はい。まだ入ってないですね。いや。それはそうですね。それはさ、頑丈にしてますよ。やってくるな。これが。やってんな。いきますよ。はい。はい、おいちょっとこう読んでもらいます。初めてのチャンネル登録者を、はい、覚えていますか。100人目、1000人目と、はい、おそらく覚えてるでしょう。覚えてますね。わかんないです。はい、まあそうですね。これみんな文章一緒なんですかね。文章一緒なんですかね、わからないですけど、まあこうやって、はい、まあこのサインはこれはコピーですよね、多分ね。直筆では。でもこれ、あれ直筆の可能性もあるんですかね、なんかね。いや、これ直筆なんじゃないですか。なんかボールペンのね。そうですよね。感じが後ろへこんでたりすると直筆ですよ。へこんでないですか。へこんでないです。紙が、うん、結構分厚いんですか。分厚くないですか。この文字のところをちょっと触ってみてへこんだりしてます。そんなことはないですか。やっぱコピーなのかな。コピーですね。あ、でも、はい、凹凸、あ、でも凹凸あります。凹凸ありますよ。あ、じゃあやっぱ直筆なんですかね、そこだけね。スーザン・オジスキさん。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあまだ出てこないですね。はいはい。じゃあこあ、ちょっとお願いします。ということで、そうですね、はい、ワッホーまっちゃんの日常、銀の盾が届きました。プレゼントトゥワッフォーまっちゃん日常、はい、フォーパッシングですね。いやー、まあちょっと取り上げてもらってね、ちょっとビニールも。あ、じゃあその紙は僕預かりましょうか。ここで大丈夫ですか。え、これをですか。はい、いや、いろいろね、重いっすよ。重いっすか。重いっす。持ったことないでしょうからね、ほとんどの人はね。そうですね。ほんとこれもう。え、袋出すんですか。袋出してください。ちょっと芝生の辺にします。いいんですよ、ないよ。落としたらどうするんですか。落とさないですよ。あー、なんか質感がすごいっすね。あ、なんかすごいいい感じですか。どうですか。あー、映ってますね、私が。いや、ギラギラですよ、ギラギラ。銀ですからね。ギラギラ、本当に銀なのかっていうところもあるんですけどね。鏡っぽいですね。いや、これがワッフォーまっちゃん日常。はい、まあ、10万人一応サムネイルいいですか。ついに、よし、こんな感じ。あ、もうこの抹茶のところだけでいいかな。はい、ありがとうございます。いやー、来ましたね。いや、すげえ、すごいっすよ。後ろはどんな風に。後ろはもう、あ、これ、まあ、かけれるようになってますね。かけれるようになってるんですね。
これどこに飾ります？いやこれはね、もうやっぱりまっちゃんが頑張ってきたんで、はい、まっちゃんにね、まあ、僕はまあ僕ん家には飾らなくてもいいので。本当ですか？まっ、うん、ちゃん家に。いいですか？まっちゃんはね、だってまこさん家でライブするんですよ、いつもライブやるんですけど、まっちゃんあんまり盾とかもらったことないと思うんで、はい、僕はあの中学生の時に歯のコンクールで、はい、あの優秀賞をもらってそれ以来の盾ということで。それ以来の盾ですね。いやなかなかね、まあこれはまあね、今度で10万人記念コンペとかでね、はい、こう多分持ってきてそうですね、あのまたね皆さんにこう見ていただきたいなと、はい、いうことで、まあこのね盾をもらえるのは、まあ、皆さんがね登録していただいて、そうですね、こうやってねこういろんな方に見てもらってるからなんでね、はい、まあ皆さんにも見ていただきたいなと。いやーすごいっすね。感動しますねいやなかなか10万人、まあ YouTube をやってる中で10万人っていうと本当も多分もう数パーセントもいないだろうということでね、うん、そうですよね、うん、まあ 2-3% なのかな、その中の一員になれたということは。いや本当に喜ばしいことですねいやちょっとテンション下がってたんですけど、はい、あいろいろねいろいろありましたからね、いろいろあって、まあ、これからまたね、はい、あの頑張っていかないといけないですね、はい、そうですね、次がなんかだからもうこれ金の盾とこのダイヤモンドみたいなのもらうのはもうね、だって金は100万人ですもんね、100万人だから1000万人ですよね、1000万人ですからね、本物のダイヤなんですかね。いや絶対違うもんな、今天然ですかそんなはずないじゃないお前、本物のやったら何百億するんだよそんでかさお前いやいや夢あるじゃないですか。いやいやわざとですか、そこはやっぱりあのいや本物なのかなって。いやいやいや、この紙には何、あなんかこういう書いてあるですね、 なんて書いてあります、チャンネル登録おめでとうございますみたいな感じで、はい、すごいっすね。まあ良かったですね。まあこういう日が来て。いや本当ですね。はい、まあ YouTube 始めたのはね割と遅い方だったとは思うんですけどね。僕たちってやっぱ遅かったんですかね。はい。まあでも2年半前、ね、うん2年半前もうギリギリだったんじゃないですかね。なかなか今から僕たちの感じで始めても、はい、やっぱりなかなか10万人まではいかないかもしれないですね。やっぱこんなに、まあでもやっぱ始めた方多いですもんね。そうだね、この感染症のね、はい、まあ、あれでちょっと試合がなくなったりとかね、はい、してましたからね、まあ、それで、まあ、その時に初めて、はい、まあ、本当にでも100人目とかさ、まあ、最初はさダックでダッツですよ最初で本当に最初100人もいかないじゃないですか、はい、まあ、何十人、まあね、いろいろこういろんな友達に言って登録してよとか、ね、まあ、当時やった SNS とかで、ね、こういろいろ上げてやってもやっぱり毎日2人増えるとか1人増えるとか、最初の頃ってなんか僕のイメージなんですけど、うん、じゃ10人とか増えてって、うんうん、でなんか100人200人いった時ぐらいに、うん、1減ったりね1減ったりとかして、おい誰だよみたいな誰だよみたいなね1減らしたみたいな。そうだね、はい、そうだね、本当にもう1000人行くまではさ、はい、すごいもう一人一人こうなんか増えた減ったりすごいこう感情が、そうですよね、でなんかもう動画もその当時、うん、多分、まあ、夏前だった、そうだね、夏ぐらいに夏ぐらい、ね、うん、もうありえないぐらい撮影してたんですよ。そうだね、ワッコーさん毎日来るんでその時試合もなかったから、そうだね、うん、毎日来て毎日撮影してて、いやほんと朝釣り行って午後から撮影するみたいな。そうですね、いやそんな時もありましたけどね、こう今ではね、まあ動画をこう出せばね何万回って見ていただいて、はい、まあ、僕たちの活動をね応援してくれたりとかね、はい、していただいてるんで、まあ、これからもね続けられるように。いやそう、これは継続ですもんね。そうだね、まあ続けるためにはやっぱりねちょっとあんまりこう、まあ、皆さん見ていただいてるのはね本当動画の編集ないやつとかがほとんどだと思うんですけど、はい、続けるためにはそういうのが大事だなと。いや本当思いますよね。やっぱりね最初から編集とか凝ってるとここまで続けてこれなかったですよ、はい、いやでも逆に言うとこの編集ない動画を、うん、なんか皆さんにこの最初から最後まで変わってないわけじゃないですか。変わってないですね。これがまたもう面白いというか、面白いね皆さんそれでもいいって思ってくれてるってことですもんね。そうだね、うん
2年前と動画のクオリティ変わんないですかね。クオリティは一緒ですね、携帯で撮ってまあちょっとマイクとかね、はい、変わりましたけど、でもそうやって同じ感じでね、はい、やってるだけなんで、まあ、これからもね、僕たち、まあ、自分たちのね、ゴルフもねしっかり頑張っていくんですけど、はい、そうですね、まあ、YouTube もねやっぱりこうやっぱり少しでもねゴルフが楽しいとね思ってもらえるようなね、はい、こう動画を作っていきたいと思いますので、はい、これからもよろしくお願いします。お願いします。ということで今日は終わりにしたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。いや来たね、あっちゃん。いやワッフさん、え、どう触んなくていいですか。じゃあちょっといいですか。はい、これが銀の盾ですか。あ、割とどうですか。あ、割と重いですね、はい、もっと軽量化されてるのかなと思いましたけど似合いますね。ありがとうございますワッフォーまっちゃんにしよう、はい、いいですね。まあなかなかねこうやって手にすることのできないものですからね。いやそうですよ、うん、だって10万人いかないともらえないんですよ。ですよね、はい、10万人いくためにはかなりのね継続力と根気と、はい、はい、え、まちゃんこの10万人来るまでにいくら稼いだんでしたっけえ、 YouTube でですか。あ、それ言うって言ってませんでした。いや、それは絶対言っちゃいけないんだと思ってえ、それ夢与えないんですか、そこは。そこの夢ですか。はい、そこの夢は与えない。やっぱこう、たどり着いた人にしかわからないいくら稼いだとか言わない。いや、ちょっと言えないですね。言えないですね、はい、結構稼ぎました、はい、ワッホーさんの収入がバレちゃうんで。いやー、ワッホーまっちゃんの日常収入と入れていただければね、はい、出るんでそちらを見ていただければ多分年間何百万って出ると思うんですけど。そうですね、はい、だから全額分ぐらいの価値があるってことですね。いやそうですね、いやよく頑張ってきたなという感じですね、まあ、ちゃんとね住所も間違えてなく、はい、今のあのちょっとあのちょうどね昨日出たばっかりでね、本当住所間違えてんじゃないかなと思ってたんだけど、そうですね、ちゃんと間違えてなくこう来てたんでおい、おおばちゃん日中どうしたわーいそうですね。でまあいろいろ書いてありますけど、まあ住所のところはね黒く塗りつぶしてるんで。この YouTube ってこの箱に書いてあるじゃないですか。はい、これがまた、いやもうこの感じで宅急便屋さん、宅急便のあの大和、これとキャリーバッグです。持ってきてくれたんで。なんかもうピザぐらいの感じ。そうでしたね。はい。まあそんな感じですかね。はい。はい。まあ今日はこの辺で終わりにして、まあしっかりまた頑張っていきましょう。はい。ということでありがとうございました。ありがとうございました。